世界全体で人類が排出するゴミの量は2016年時点で20億トンを超え、2050年には34億トンに到達するという予測があります。近年ではゴミの輸入を禁止する国が相次ぎ、今後増え続けるゴミの処理方法はますます大きな問題となることでしょう。そしてその大量のゴミの対処法として、以前のバイエンスでは火山に放り込んで処理する方法をご紹介しました。今回はもう少しぶっ飛んだことを考えてみましょう。それはゴミを太陽に送り込むことで処理する方法です。太陽にゴミを送るためのコストはどのくらいなのでしょうか。大量のゴミを投げ込まれた太陽はどうなってしまうのでしょうか。今回は太陽でゴミ処理を行うとどうなるのかについてご紹介したいと思います。まずいかにしてゴミを太陽まで運ぶかについて考えてみましょう。太陽まで物を運ぶには、まずは地球から脱出する必要があるでしょう。地球の重力から逃れるために必要な速度は秒速 11.2km。新幹線の100倍以上の速度にまで物体を加速させるのは容易なことではありません。脱出速度と呼ばれる秒速 11.2km を達成するために、人類はその英知の結晶、ロケットを作り上げました。しかし速さを求めるために、乾いた雑巾を絞るような涙ぐましい努力をしています。ロケットはなんとその重量の 90% ほどが燃料となっています。機体の重量もあるため、実際に搭載できる荷物はロケット重量の 1% から 4% ほど。機体はともかく燃料は使い切りなので、ゴミを宇宙に打ち上げるたびに大量の燃料を消費することになります。例えば欧州宇宙機関が開発したアリアン5というロケットを見てみましょう。アリアン5の機体の重量はおよそ78万キログラム。そしてアリアン5が宇宙に持っていける荷物の量は最大6000から7000キログラム程度です。仮に地球上で1年に排出されるゴミの量が20億トンだとすると、そのゴミを宇宙空間に持っていくためには、アリアン5を1年間に28万5000回以上打ち上げなくてはいけません。1日におよそ780回、およそ2分に1回のペースでロケットが打ち上げられる計算です。そして1回の打ち上げにかかる費用は、燃料費や機体代など合わせておよそ2億ドル。日本円にして200億円以上。すなわち地球上のゴミを処理するために年間5700兆円以上のお金がかかるということです。単純な計算で求められた数値ですが、これは世界中のすべての国の国家予算の合計のおよそ2倍となります。この時点でなんだか無理そうですね。さらに忘れてはいけないことは、打ち上げはたまに失敗するということです。直近では12月10日にアメリカの宇宙民間企業スペース X が開発した試作ロケットが爆発したことがニュースになりました。地球上では処理が難しい産業廃棄物や核廃棄物などの危険なゴミを搭載していると、打ち上げ失敗の際にそれらの危険なゴミが天空から降り注ぐことになります。この時点で太陽でゴミを処理する方法は現実的ではないように感じるでしょう。一方で将来的にはスペース X のような民間の宇宙企業や宇宙エレベーターの実用化などで、宇宙まで物を運ぶためのコストは格段に下がる可能性もあります。現在の技術では難易度は高いですが、年間20億トンのゴミをなんとか宇宙空間まで運べたとして話を進めましょう。あとは太陽に向かって放り投げるだけとお考えでしょうか。残念ながらそう簡単ではありません。地球から太陽に向かって物を投げ込むのは、地球から宇宙空間に脱出するよりもはるかに難しいのです。地球は太陽の周りを公転しています。そのため太陽から見ると地球は常に横向きに動いているように見えます。その速度は秒速30キロメートル。
地球の脱出速度の 2.5 倍以上もあります。つまり太陽に物を投げ込むためには何とかして秒速 30km をゼロにまで減速させる必要があります。単純に宇宙空間から秒速 30km 分減速するとなると、地球から宇宙にゴミを打ち上げるのにかかるエネルギーの10倍ほどかかると試算されています。このように地球上でも宇宙空間でもゴミを捨てるのは面倒なものです。では様々なハードルを乗り越えて年間20億トンのゴミを太陽に投げ入れることができたとしましょう。太陽は無事でいられるのでしょうか。結論から言うと、ほぼ何も変わらないに等しいです。太陽の表面温度は摂氏6000度。そのためゴミに含まれるあらゆる分子は蒸発分解し、プラズマと呼ばれる原子核から電子が離れた状態になります。そのためどんなゴミを投げ入れたとしても太陽に到達する前には原型をとどめていないことでしょう。では太陽は年間20億トンのゴミを処理できるのでしょうか。太陽の質量はおよそ2000ジョトン。聞き慣れない単位ですが、20億トンのゴミは太陽のおよそ100京分の1の質量です。残念ですがこの量では太陽にはほとんど影響を与えることはできないでしょう。太陽は寛大に大量のゴミを受け入れてくれそうです。結論、太陽でゴミを処理することは理論上は可能。ゴミを投げ込めさえすれば地球上で出たゴミがいかに多かろうが跡形もなく処理してくれるのです。ですがゴミを宇宙空間に打ち上げるのも、それを太陽まで持っていくのも信じられないほど大変なのです。ゴミ問題を解決するにはゴミの排出量そのものを減らすことやリサイクルしていくしかないのでしょうか。実は太陽にゴミを捨てるよりゴミを太陽系外に捨てる方が簡単です。太陽系の脱出速度はおよそ秒速 42km。 当然とてつもなく速いですが、地球から宇宙に出る段階で秒速 30km で進んでいます。太陽にゴミを捨てるためには秒速 30km 分減速しなければいけませんが、太陽系から脱出する、すなわち他の星にゴミを捨てるためには秒速 12km 分の加速で十分なのです。まあいずれにせよどんぐりの背比べですがね。今回のバイエンスはここまで。またお会いしましょう。